さあ、原さん、なんか3ヶ月ぶりですよ、会うの。そうかもね。どこ行ってたんですか。どこ行ってた。でもまだ行かなきゃいけないから。ああ、すぐね、うん、ずっと海外回ってるんで。今日2人来てますから。わざわざね。はい。しかもちょっと、あの、いつもの男臭さがこの部屋にない。ないですね。よかった、久々に。よかったです。華やかですね。よかったです。というわけで、今日2名来てるのはこの方々たちです。こちら。まずは、NBC 長崎放送入社4年目、久富美優アナウンサーです。よろしくお願いします。 NBC の久富です。お願いします。はい。そして、はい、長崎出身のコスプレイヤーしおんさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。下積みアナね、僕らがあの呼んじゃったっていうよりは、うん、下積みさんがあの数ヶ月前にですね、今年の目標は原田の番に出ることですというツイートをして、原田さんが勝手にじゃあゲストでどうぞというふうに返したことがきっかけで、そうですね、今日に至ってるわけです。そうですね。というわけで、あの返事が返ってきた時は どうでしたか。あの、未だに私この空間があの壮大なドッキリだと思っているんですけれど、これは本当に今収録が始まっている状態、はいはい、流れますか。分かんないです。分かんない。分かんないです。分かんない。あ、じゃあやっぱりドッキリですかね。いや、それこそあのツイートをしたきっかけが、あの、私が夜な夜な、あの、通常記者の仕事とアナウンサーの仕事をやってるんですけれど、その仕事が終わった後に会社で練習生配信をやっていまして、でその配信の翌日に一緒に編集、あの、練習をやってる私の鉄拳の師匠のディレクマーといううちの e スポーツの編集撮影企画担当の先輩がいるんですけど、から久富大変なことになった、すごいところから連絡が来たと言われて、でパッとその e スポーツ部のツイッターを見ると、原田のバーのスタッフさんからの連絡だったっていうことを聞いて、まさかあのグダグダの練習配信をですね、ご覧いただいてると思っていなくって、焦りとと同時に、え、見ていただけたってことは出られる可能性がゼロじゃないかもと思って、ちょっと出来心でツイートしましたら、まさかでしたね。呼んでいただいて、あの、未だにちょっと夢かなと思って震えてます。というわけで、しおんさん、はい、やりとり見てました。見てました。あ、そうですか。もちろん見てました。見てました。下に存じ上げてましたか。鉄拳をされてるのは知ってました。もともと、あの、まあ、長崎の方で、はい、鉄拳の大会があったりとかした時に私も参加したことがあったので、あ、まあ、そのディレクマさんとちょっと前からつながりはあって。あ、そうなんですね。はい。なので、あ、頑張ってると思って、で原田さんがゲストでどうぞって来たらちょっとびっくりしちゃって。なるほど。え、じゃあ普段長崎で地元にいる時にテレビをつけると出ておられるわけですね。そうです、出ておられます。出ておられます。そう、長崎放送ですよね。一つ触れるの忘れてたんですけど、はい、このコスプレね、うん、あの、鉄拳8の、あ、8ですよ、これ。リーさん8です、はい。どうですか、見た感想。いや、あの、よくやってるなと思って。だって、あれ、わかんないでしょ。あのトレーラーを見ながら作ったわけ。そうそうです。あれを見ながら後ろとかどうなってるのかとか、動画を細かいところわかんないもんね。一時停止しながら。そうですね。だから本当はこういうのちょっと作ってもらいやすいように、こうと資料とかね、もうちょっと出していこうかなと思ってます、今後は。はい、お願いします。作りやすくなります。本当ですね。じゃあ、せっかくなんで乾杯してください。はい、じゃあ、ね、ユリは紅茶で、ね、紅茶で。はい、長崎からようこそ原田の場へ。よろしくお願いします。乾杯。原田の場へようこそ。そもそもほら、あの e スポーツ部 で、はい、でやってらっしゃるわけじゃないですか。まあ、それはあの番組の、ね、企画上とかってあるんですけど、あの、ちなみにそのなんで鉄拳を
こうチョイスされてたのかは僕本当に知らないのでそのあたりちょっと教えてもらいたいんですけど、はい、私自身が入社4年目先ほどもご紹介いただいたように入社4年目なんですけれど e スポーツ部に入ったの自体は去年の夏なんですね、うんうんうん、もっと前から NBC では e スポーツの取り組みはずっと続けていまして、はいはい、私がもう入社する前からなんですけれど、うんうん、鉄拳をそこでやることになった最大のきっかけというのが NBC が e スポーツ事業をやっていくにあたって県内の企業さんと一緒に e スポーツ盛り上げていくっていうふうになった時に、うん、その一緒に連携した企業さんが鉄拳を中心にされてたんですね。でそれがきっかけで弊社でも鉄拳を中心にずっとやってきてイベントであったりとか番組でも鉄拳を中心にやってきてというのが今に至ります。ってことは それまでは鉄拳自体触ったこともなかったわけですよね多分。私自身はもう鉄拳もですけれど、うん、ゲーム自体もう本当コントローラーを握るということ自体ほうほうほう去年の夏までやったことがなかったです。えそれはその何ですか、親がゲーム やると頭悪くなるよとかそういう教育が厳しかったとか。ものすごく禁止されてたわけではないんですけれど、あまりこう身近になくって。あそうなんですか、はい、ちなみにご兄弟は、弟が5つ下の弟がいまして。お兄ちゃんとかいたらまた違うんですけど、ね、そうなんですよ ね多分兄がいたらきっと周りもやってて私も自然とやる流れがきっとあったと思うんですけど、はいはい、私が長女で、はい、で弟が5つ下なので、はい、まあ、弟は周りの友達の影響で、うん、割と小学生の頃からゲームやったり今もものすごくやってるんですけど、はいはい、私はずっとほぼほぼ触れることなく、まあ、ゲームセンターとかもちっちゃい頃もあんま行かず。ゲームセンターで小さい頃メダルを入れて、メダルとかはメダルゲームは、はい、すっごく難しかったですね。その手と足と連動してるからって言われてもなかなかこううまいこと出ないですし、技も覚えきれなかったですし今も覚えきれないこといっぱいありますけどでも、ね、うまく操作できなくて、一応ショートカットで技、はい、いろんな技が出るようにはしてたりするじゃないですか。あれはどこが使う？もう多分そもそもの、うん、コントローラーの握り方とか操作の仕方とかタイミングみたいなところからなので、もうだから鉄拳以前ですねそうなんです、うん、どう動かしていいか、ゲームとは何ぞやみたいなところから始まりました。なるほど、そういう感覚だったんですね。もう本当初めましてっていうところからですね、コントローラーって震えるんだみたいなコントローラーって動くんだ、そこまず感動しましたね。コントローラーってあ動きに合わせて、あ動いたみたいなそこから見ました。でも貴重じゃないですか、その初めてやるゲームが鉄拳っていう、ね、いや俺おかしいと思ったんですよね。その鉄拳もともとやってて入社して今もやってます、でこの感じはないだろうなと思ってたんですよ、ね、どういうことでしょう。やっぱりこうそこはすごくやっぱりピュアなオーラが出てました、はい、オーラが出てましたか。ピュアなオーラが出てました、はい、初めて本格的にやったゲームが鉄拳です。ああすごい、はい、やった結果どうですか 今となっては。今ねやっぱ難しいですね。難しい、それはね難しいです。自分より上手い人と対戦したりしてるからそう思うんですよ。いやもう本当に難しくって なかなかこう上達もしないんですけど、でもだんだんこうもう始めて、まあ、1年まではいかないですけれど、やっていく中で少しずつこう練習プラクティスモードだとコンボがなんとなくつながるようになったりとか、なんとなく動きが分かってきたり、あガードが大事なんだっていうのが分かってきて教えてもらって、徐々にこう楽しいって感じることが分かるようになってきました。あなるほど、今まではもう本当に分からなさすぎて楽しいの感覚もつかめないままだったので、今はだんだんゲームというものが何かっていうのが分かってきて、楽しい、もっと練習したい、もっとやってみたい、で負けて悔しい、もう本当にゲームをやっても悔しいが分かるようになると、はい、逆に言うとゲームが分かってきたってことですから、
負けた悔しさが、あ、ここで出せなかったとか、うん、そうですね、習ったことができなかったっていうのが分かるようになってきました。たまに泣いてますからね。じゃあ、そう、あのよ夜の時間を割いて配信見てくださって、本当ど初心者の私に教えてくださってるのに、それを全然活かせないのがなんか悔しいのと、すっごい申し訳なくって、なんだろう、何重要ですよ。ゲームもスポーツもそうなんですけど、人間って分からなすぎるものは悔しくもなんでもないんで、これはあの悔しくなってきたってことは分かってきたってことなんですよね。まだね、これは8のスタートだったらまだやりやすい、ね、うん、ちょっと違いますか、また違ったと思いますね。同じ鉄拳でもシリーズが変わると全然違うんですよ、またそれは。しかも8は7 の, あのショートカットよりさらに進化してるって。もっとはこうボタン、ワンボタンでいろんなことができるようになってるので、はい、やりやすいですよ。いろんなキャラ覚えやすいです、はい、もう僕ほとんどショートカットしか使いませんから、ね、そうやりやすいですよ、8はね。で、8まだ出してないです、ね、いや、8そのまだやりやすいかもしれない。鉄拳8は、うん、いつになったらこうみんなで遊べるようになるんでしょう。アナウンサーになってますよ。取材になってますよ。じゃあ、あの報道記者魂がすいません出ちゃいまして、いやー、いつなんでしょうね。いつなんでしょうね。まだ忙しいですからね、ちょっとまだまだ先ですか。まだもうちょい待ってくださいっていう。エビマヨがいい香りがあります。これは原田の特製の、せっかく長崎から来ていただいてるんで、まさか美味しいと思います。食べられる日が来るとは。いただきます。うん、うん、ソースが結構美味しいでしょうね。美味しいです。というわけで、しのさん、はい、もう4回目ですか。4回目ですね。今回は最高記録ですね。そう最多です。何度もお邪魔しております。とんでもない、もうこちらこそ。東京に遊びに来るたびに。すごくないですか。ありがたいですね、本当に。本当に、ね、新しいコースまでわざわざ作っていただいて。はい、作ってきました。あの赤のマジックですか。そうです。わかりますね、マジックで塗ってるっていうの。そうなんです。ちょっと作る時間があんまりなかったんで。で、もうこれ一生懸命、写真だとわかんないですよ。写真撮り用のための衣装だったんで、ちゃんとこうイベントとかで出るときはちゃんとしたものを作る。あ、そう、作り分けなんか、はい、しようかなって思ってます、ね。というわけで、その吉野さんのなぜですけど、なぜこう鉄拳のコスプレが多いわけですか。私はいろいろコスプレはしてるんですけど、しますよね、アニメとかも、はい、してますなんですけど、やっぱりなんというか海外勢がよく見てくれるのが鉄拳のコスプレで。そうなんですよ。だからなんかその鉄拳で私を知ってくれたって人がやっぱほとんどっていうか、でフォロワーが多分2000人ぐらい増えてるんですけど、やっぱりそれで知ってくれてると、次は何のコスプレするの、次何のキャラクターするのってやっぱり言われるので、ちょっとその期待に応えたくて、次はやっぱこの衣装作ってみようかなって思って作ってます。写真見たことでしょうがないですよね。、うん、だってね、リアクションすごいですもんね。すごいです。多分この衣装を作って、あのツイッターで先に原さんもあの見てましたけど、先にこの衣装をツイッターでアップしたら、またあれもなんか、ね、嘘みたいないいねいっぱい来てましたよね。そうそう、2000近く入れが来てて、そんなに、はい、いや、あ、じゃあお酒は結構好き。大好きです。あ、なるほど。その顔色変わないし、顔色も飲めるから可愛げがないって言われたことがあるんですか。いや、自分で可愛げがないなって、こうやっぱりこう周りの友人とかと飲んでると、やっぱ女の子みんな最初はちょっとカシオレでとか、なんかこうちょっと飲んだら赤くなってるところを見ると、同じこう女性として見ててもなんか、あ、なんかこう可愛らしいなっていうのを感じるんですけど。
思いのほか価値観が昭和ですね。あれ？そうですか？50代の俺でもさすがにそうはもう思ってないけどな。いろんな、ね、ネットにプロフィール写真とかありますけど、はい、そもそもあのプロフィール写真の多分撮り方とかあのカメラとかをちゃんと変えてこのそのものがちゃんと魅力が出るように撮り直した方がいいですよ。あのプロフィール写真よくない？あの多分ね、え、どれご覧ですか？実際にお会いして分かりましたけど、あの多分ほとんどの人は画面越しにね、こう長崎の方は、はい、特に番組普段見てる、まあ、動画はそうでもないのかな、あの全然実物のがもう 3.5 倍ぐらいいいですよ。写りが悪いですか？ひょっとしたら、いやいや、あの写真でもいいと思ってましたけど、全然多分ですね、写真写りが丸くなるタイプなんですよ。いやだからカメラが悪いんじゃないかな。写真写りが丸くなるというかですね、レンズ変えた感じじゃないか。今回の収録のためにちょっとダイエットしてきました。たこ焼きが出来上がったのでガチします。竹富さんのたこ焼き来ましたよ。お待たせしました。大丈夫、はい、これは春子さんです。いい香り、熱々できたんです。いただきます。こう中がこうジュワって出てくるのがもう最高ですよね。多分ね、あの暑かったんだ。たぶんね。飲んでくださいね。ありがとうございます。料理が実は得意。自称。いや自称。最近あのほぼ毎日のようにお弁当を作って。自分の用のってことですね。自分用のです。でもそれ評価者が自分じゃないですか。はい、な料理が得意っていうからにはこう第三者が上手だねって言ってくれて初めて得意だと言えると思うんですけど、そこら辺どうなんですか？私が自分の席で料理をお弁当を食べてると、はい、最近も通るカメラマン、あの、はい、カメラマンも同じフロアにいまして一緒に取材に行く、はい、まあ、カメラマンがお弁当作ってるね、偉いねみたいなのはあるんですけれど、今ちょっと私の視界のちょっと端の方でですね、はいはい、今日ディリクマ先輩、あの私の鉄拳の師匠の NBC e スポーツ部の先輩がいるんですけど、はいはい、今首を横に振りましたね。あ、横に振ってる、どういうことですか？勘違いなんでしょう、ね、そんなあっさりですか？お弁当がないです。他は何かあるんですか？友人に朝から、はい、あのぐちゃぐちゃ卵っていうのを出したことがありまして、スクランブルエッグでしょ。別にこれを下の向きではぐちゃぐちゃ卵と言います。どういうことだね。母から受け継いでる、長崎がそういうわけじゃなくて母から受け継いでるぐちゃぐちゃ卵というのがありまして、あの卵にちょっと牛乳を入れて、で、あの、はい、ちょっと牛乳です。この牛乳の絶妙な絶妙な加減があるんですね。加減が、まあ、はい、母直伝と言いますか、はいはい、でそこにあの切ったベーコンを一緒に、うん、ああベーコンね、はい、そう、美味しそうですね。でとろっとしたぐちゃぐちゃ卵、はい、これが久富家のぐちゃぐちゃ、ね、でそれは友達に食べさせたことがあると。はい、友人に大学時代食べてもらったことがあって、はい、その時は美味しいねぐちゃぐちゃ卵って言ってくれました。いやちょっとね、あのね、申し訳ないですけど大学生の頃ってちょうどこうお金とのバランスがあって、こう何でも大体お腹空かせる人が多くて何でも美味しいって言っちゃう年頃なんですよね。ほら、ハルさん困ってんじゃないですか。先生、でもね、この感じで料理が下手の方がモテる気がする。なんか愛くるしさよね。俺この感じでここまで言って料理がえってなった時に、俺は結構いい好きかもしれない。あの、なんていうの、ツッコミの頃満載じゃない。
いやまだ下手とは言ってないですから。そうですね、下手とは言ってないちなみに長崎県民はなんか一番長崎で美味しいちゃんぽんはリンガーハットだって言うっていうのは本当なんですよね。あでもそれ聞きますか。私リンガーハットって言っちゃいますなので、これがね志保さんに限らず意外と長崎出身の僕人がいるために聞くんですけど、リンガーハットって答える率が結構高いんですよ。うーん、まあ、少なく6割を超えてます、ね、結構な割合で、リンガーハット美味しい。美味しいですよ。あそこ完成された味、美味しいですだよね、うん、美味しい。多分誰が食べても美味しい味になってる。あそれは美味しいと思います。もちろんリンガーハットのちゃんぽん美味しい。どこのちゃんぽん食べても美味しいです。それぞれの個性があるので、なるほど、だからやっぱりどこが一番ってなんか進めがたい部分はあります。進めがたいんですね。もう行く場所によって進める場所が変わるような気がする。あそうなんだ。ちなみにちゃんぽんは作ることはないんですか。ありますあります。あるんだやっぱり。作る。あめっちゃ楽しみだね。今度長崎行った時それを食べるってやりましょうよ。実食する。お待ちしております。それを実食するっていう企画をやりたいですね。ちゃんぽん作れます。本当に家で作るんですか。ちゃんぽん後で食べるものではないですか。ちゃんぽん家で作ってるのは聞いたことないけど。ないっすね。で法事とかで大きいお皿で頼む。なるほど。そうなの。大皿で皿うどんの、半分太麺半分細麺の大皿があって、それを法事の時こうバッバッと取り分けてみんなで取って食べるっていう。県民事務所でやってないよねそれ。見たことない。であのないソースがついてくるんですけどがなんかあのリポビタンDみたいな瓶栄養ドリンクの、なんでなんだろう。ソースが入ってるみたいなのがデフォルトで。全部オランダから来たのそれ。いやいやいや長崎です。